It's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やってまいりましょう。前回は 1-3 チャプターね、やって、デルラゴという、まあ、オオサンショウウオの大化け物をぶっ倒したというところで終わりました。で、前回に関しては、なんか、ものすごいあれだよね、マウス操作で初めてそのやったんですが、超変態的な動きだったんで、めちゃくちゃびっくりしましたよね。なんか、右に左に、上に下に出てて、もう何もないところにぶっ刺しまくってね、槍をね、いつになったらデルラゴ倒せるのみたいな、あんなに苦戦したの初めてかもしれないっす。本当にびっくりした。で、なんかうまいことボートの操作もできないからさ、右に左にって言ったらさ、なんか上、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 動いてて、本当になんか、超、なんか、レオンが骨ないのお前みたいな動きになったよね。ということでね、今回はちょっとちょっとだけ寄り道をしてアシュリー救出をするところまで行きたいとは思うんですが、多分救出は無理だな。救出じゃなくって、なんだっけ、もう一体その戻る途中にね、中ボスみたいなのが出てくるんで、まあそいつをね、倒して、終わりたいと、終わりを迎えていきたいなかっていうふうに思いますね。ということで、ちょっと体力も減ってるんで、こいつを拾ってもう使っちゃいましょう。ランカーはすね、なんかね、だって普通に考えて金の卵はスペース1個しか取らなくて、で救急スプレーとハーブ系が、まあ、2個取って、でランカーバスだと8個とかそのくらい取るでしょ。だったらランカーバス食っちゃった方が早いよねって、なんか誰とは言わないというか誰がいるとかってわけじゃないけど、なんかすごい大事そうに取ってる人とかっているじゃないですか。ランカーバスとかをなんかすごい高級そうな魚だからって言って、でも結局2300パーツだっけ、ここの世界のお金の単位ちょっと忘れちゃった。まあ、2300円くらいの価値しかないから、大して取っててもスペースばかり邪魔になって無駄なんですよね。ってことはもうさっさと捨てた方がいい。そんな感じですよね。はい。で、これ押してって、で、ここでしか手に入らない宝物があるので、それを拾ったら次に行きましょう。ちょっと戦争を起こす気満々のね、お方がいらっしゃいますが、まあ、それはまあ無視していきましょう。ということでね、今日、なんか、なんだっけな。トークテーマをなんかいつもその前も話したかもしれないけど、熱心に見てくれてる女の子がいるっていう話をしたと思うんですけど、がくれて、でね、その子がね、だから僕のね、なんか結構毒舌というか辛口をが好きだみたいなことを言ってくれてるんで、それありがたいような悲しいような、どっちかというと僕がその辛口とか毒舌みたいなねタイプの人間だっていう風に思われてるっていうところがあるんで、ちょっとね、もうちょっと人に優しく生きていかなきゃいけないかなっていう、ちょっと自戒の念を込めて、今日はやっていこうかなと思ってるんですが、まあ仕方ないように、でもそんな風に見られてる、まあ、確かに結構僕皆さんも動画ご覧いただいたら、もうお分かりかと思うんですけど、結構攻撃的というかね、毒舌というかね、な人間だったんでね、だったんじゃなくて、今もですね、now ですね、っていうところなんで、そこはちょっとね、反省しながらね、やっていかなきゃいけないかなと思いますね。それから武器もね、どうするかっていうところが、これ結構悩みどころですね。やっぱ武器ね、3つも4つもやってたらあれなんでね、そろそろでも、ハンドガン捨てて、全部、ピストル、マシンピストルだけに絞るのもありなのかもしれないけど、まあなんだかんだで、ね、ハンドガンは使い勝手がいいからあれだね。でも弾がね、山はやっぱ拾えなくなるからね。どっちかっていうと、その、手榴弾とか、焼夷弾とか、そっち系を積極的に使っていく方がいいのかもしれないね。よし、ということで今日いただいたトークテーマがね、1つ目を2つもらってまして、1つが何だっけ、ちょっと待って、ね、今出す、この武器の量は異常だ、いや僕もそう思います、あったあった、過去にめちゃくちゃ怒った話っていうねとね、あとね、最近の自分的流行語大賞っていうのを2ついただいて、流行語大賞の方が全く浮かばなかったから、とりあえず怒ったね、怒ったってアングリーの意味ね、アングリーの意味のお話をちょっとしようかなと思うんですけど、めちゃめちゃ今鼻が出そう、ちょっと待って失礼しました。なんかあれだね、海外だとその鼻をすするってすごいマナー違反みたいな感じらしいですね。そうだから鼻水を飲み込んでるっていう風な認識になるから、ところが日本人だとその鼻をすする方がなんか鼻をふんって噛むよりもなんかマシみたいな、そんななんかある文化があるみたいですね。まあまあそんなどうでもいいとして、とりあえずじゃあこっち行ったら、やばい、なんか、犬がいっぱいいます。
なんかね、生えてくるんですよ。ニョキ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 って生えてくるね、犬がいると。ウェーブシュー。犬基本好きだけど、さすがにこうなると、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか時々ね、これQ、W のこの Q で、後ろ向くんですけど、なんかね、他のボタンを押してるとなかなか振り返ることができないっていうね、なんかすごいちょっと嫌な感じがするんですが、こっちな。あ、そうか。まあいいや。ちょっとそしたら、ビリヤードでもしていこうか。穴という穴にぶっ刺してやりましょうか。OK。で、ここにいたらね、一切当たらない。あ、相変わらずの変態的。あ、惜しい。もうちょっと左か。うれ。あ、もうちょっと左か。よいしょ、よいしょ。え、ちょ。むず。当たらねえ。いや、まあ、めちゃくちゃ怒った出来事なんですけど、まあね、普段から僕結構いろいろ怒ってるんでね、あんまりね、なんか、言うのもあれなんですけど、まあ、過去一で怒ったって言ったらね、大学生の頃に戻るんですけど、なんか皆さんにうまく伝わるかな？なんかこれ、ここら辺が難しいんですけどね、なんか要はね、あのね、なんか、いろいろと言うことがひっくり返る奴らのせいで振り回されて、で、なんか結果的に、追い出されたみたいな、そういう話があったんですけど、で、何かっていうと、バスケのコーチをやってた時の話なんですよ。で、僕は大学生の時に、自分の出身高校の女子バスケ部進めない。ちょっと待って、進めない。あ、すみません。ちょっと進めない。あ、すみません。女子バスケ部を教えたっていう話をね、何度かしたことがあるかと思うんですが、大学1年生の時にね、まずそれをやりましたと。で、2年生になる時タイミングで、まあ、ちょっと自分の大学生活もやりたいなって、土日が全部潰れるんですよ。中間テストとか期末テスト以外のタイミングは全部その女の子たちを教えるのに、土日ね、まあ、午前か午後かって、まあ、半日、まあ、時々1日とかもありましたけど、まあ、半日ね潰してっていうのがあったんで、まあ、なかなかね、その友達と遊んだりとかね、勉強したりとか、どっか出かけたりとかっていうのができなかったんで、だからしかも、あれよ、ただでね、行ったから、お金も当然ながら稼ぐことができないという中で、まあ、教えに行ったりとかしてたんですよね。で、その中で、まあ、1年生の時に辞めます。で、1年生の時に辞めた理由っていうのが、その今言ったような理由の他にね、もう一人、とある、まあ、女性がですね、まあ、同じく大学生の人がなんですけど、まあ、途中何月くらいかな、僕がだから4月から見始めて、その子は11月12月くらいから何か来るようになったんですね。私も手伝うわみたいな感じで来て、でその子がその僕がこういろいろ用意したメニューとかっていうのを、私こういうことがやりたいとかって言って、僕のメニューを変えて、でその子たちにその私の方がなんかよく知ってるからみたいな感じで、まあいろいろとね、まあ、メニューを変えたりとかしてきたんですよ。で、僕は、まあ別にそれが、なんか嫌とかっていうわけじゃなかった。まあ嫌、まあ結果嫌だったのかな。うん。だって自分がさ、いろいろと準備してきたメニューをさ、こっちやりたいからっていうさ、何の意味があるのかどうかもわからないようなさ、一時の感情の中でさ、なんかメニュー変えられてさ、いろいろと計画狂うわけじゃないですか。だってチームって1年間かけてインターハイ予選とかウィンターカップ予選に向けてこういうチームに仕上げていこうとかっていうのを計画を立ててやってるわけなんですよ。それをこっちが思ってる、あるいは選手が目指しているっていう思惑を理解してるかどうかもわからない人に勝手にメニュー変えられて、でなんかね、いろいろとこうやっていくの、まあ、そこを抑えることができなかったっていう僕の問題もあるんですけどね、っていうのがなんかね、半年弱くらい続いたんで、いよいよこいつと一緒にやるのは嫌だなって思ったんで、もうそれも含めて、すいません、ちょっともう2年生からちょっとやりませんみたいなことを言ったんですよ。そしたら、ね、急にいなくなるって、で そいつが結局引き継ぐことになったんですよ、コーチをね。そしたらなんか私一人で見るのは不安やから練習見に来てほしいって言ったんですよ、そいつが言ったんよ。言ったにもかかわらず、それを顧問の先生とかね、それからまあ僕をコーチやれって言って誘ってくれた、まあ男子の先生、男子のね、僕のまあ現役時代の先生ですわ、がいたんですけど、それをね、なんかね、僕がそいつに手伝ってほしいって言われたっていう事実を知ってか知らないかはどっちでもいいんですけど、なんかね、僕がすごいね、年度が明けてからそいつの練習にお邪魔してることに関して、要は来てくれって言われたから行ってたんですよ。まあ毎週ってわけじゃないけど、まあ不定期で、まああるいは土日のどっちかだけ行くとかねっていうのをやってた、お手伝いをしてたわけですわ、熱心に。そしたらなんか俺がそいつの練習の邪魔をしているみたいな、
でそいつがなんか訴えたのか、あの先生たちがそういう認識で捉えたのかって分かんないですけど、お前なんで辞めるって言ったくせに練習まだ来てんのって言われたんですよ。はって思って、俺来たくて来てんじゃねえよバカって思って、でそうじゃなくって言われたから来てるんですよと、うん、え、あなたこの事実知ってますっていうことを言ったら、いやいやそんなこと関係ないだろって言われて、え、そんなこと関係ないだろだったら俺に言うんじゃなくて練習に来いって言ったそいつに言うべきじゃないのって、練習に来てくれってお願いしたそいつに言うべきじゃないのってめちゃくちゃ思ったんですよね。でもそれでも怒って、じゃあもう一切も見ませんって言って、それがね8月の終わり9月の頭くらいですかね、その2年生になってからの。でそこからまあ半年間くらい何にもせずに、もう高校にも顔を出さずにね、ずっと、まあ過ごしてたわけなんですけど、そしたらなんかね2月の終わりか3月の頭くらいに急にね、その僕から分取ったやつから LINE が来て、ちょっとまあ1個学年的には1個上の子だったんで、その大学のね、まあ、同級生の子で、高校では同級生で、その大学は僕が浪人したんで1個上になったんですけど、就活とか始まるとかなんかいろいろその、まあ、見ることがちょっと難しいような状況になるからって言って、もう一回変わってほしいっていう連絡をしてきたんです。ふざけんなよお前って思って、お前が追い出したくせになんで俺がお前の言うこと聞いて、またバカ丁寧にじゃあいいよ見ますよって、そのどんだけやさおだよって思って、そんなことするわけないじゃんって思って、じゃあもうさっさといやいややりませんよって断ったんですよ。そしたら今度顧問から連絡があって、ちょっと見る人がいないから、まあ、そのジョバスのね顧問に関してはそのスキー専門の人、スキーダンス専門の人だからバスケ全く関係ないから見ることができませんってなって、じゃあまたブルーホース君ちょっと見てくれないって連絡が来たんですけど、もう無視ですよね。知らねえよって言って、お前らが俺を邪魔者扱いして追い出したんでしょって、もともと頼まれて行ってただけなのにって思って、でそしたらもう最終兵器っていうか、当時のキャプテンだから、僕が見てた時に1年生だった子がキャプテンに1年生の時に、1年生でキャプテンになった子がいたんですけど、その子はまあ多分その顧問とかね、そいつって、ま、そのジョバスを教えてたコーチのやつねと、また別ルートで個人的に僕にちょっと見てくれませんかってお願いがあったんだよ。あなたからのお願いだったら、君からのお願いだったらいいよって言って引き受けたっていう過去があったんですけどね。だって自分で追い出しといてね、また戻ってきてくれってどんだけ虫のいい話だって。俺なんかちょっとね、今振り返ってみたらジョブズみたいなね、アップルのみたいな感じです。自分で作ったチームっていうわけじゃないけど、なんかね一生懸命1年間やってきて、その連絡をくれたそのジョバスのキャプテンの子なんかっていうのは、僕が辞めるってなった時にすごい悲しんでくれたそうなんですよ。っていうのも、そのご両親とたまたま辞める直前の辞める時の大会でお会いしてお話をした時に、すごい落ち込んで帰ってきたんですよって言って、でどうしたのって聞いたら、その娘がそのブルーホースとかコーチを辞めるっていうのがすごい嫌だっていう、すごい悲しいって言ってくれてたみたいな、それを聞いて、あこの子なんか一生懸命関わってこれてたんだなっていう、そのなんかすごい感動した瞬間っていうかね、なんか心がなんか震えた瞬間とかだったんですけどね、うん、まあ、そんなところから、まあ、怒った経験なんかいっぱいありますよ。でもね、パッて言われてね、一番思い出すのはやっぱそれだよね。その1年のせいで僕も狂ったし、多分その子たちも狂ったんですよ。だって見た時に、あれこの子たち何が成長してるんだって思ったもんね。だから結局なんかね、指導する力がない人間がなんか感覚値だけでやろうとしたっていうのはすごいね、うん、もったいない、本当に1年間もったいないことをさせてしまったなっていうね、今はねちょっと後悔がたくさんあるので、まあちょっとこれに関してもう間もなく終わろうと思うんで、ちょっとまとまりがない感じになってしまって恐縮なんですが、まあまあそんな感じで僕がね怒ったっていう、まあ一つの体験ということでね、今日はお話をさせていただきました。ということでね、ここから次ボスがあるんですが、このパートで一旦15分経ちましたんで、ここで区切りたいと思います。ということで、さよなら、バイバイ。